今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。おはようございます。今日は京都四条烏丸のつけ麺高松四条店というところですね、行ってまいりました。ここのつけ麺僕大好きなんですよ。鶏の魚介のつけ麺なんですけれども、これそば粉が入ってんやったかな、なんか、こんな感じでちょっと全粒粉的な、麺なんですけれども、ちょっとそば粉が入ってるかどうかはちょっと、定かではありませんので、ちょっと調べてください、すいません。で、奥に見えてるのがあれ玉ねぎなんですね。でこれすだちが入っておりまして、これを絞っていただくんですが、これがいかにもなんか京都っぽいですよね。でこれがうまいんですよね。これだと、まずこの麺だけでいただいて、結構コシもあってですね、あの麺の味がしっかり、もう小麦粉というか、なんちゅうんやろうね、この、ちょっとうまく説明できないんですけど、まあ独特の麺なんですよ。で、それに対してスープはすごい、濃厚なんですよね。鶏と、まあ魚介系のダブルスープということなんですけど、もうちょびっとつけるだけでもう十分、味があるというか、なんか僕的にはなんか、お寿司に醤油をつけるぐらいの感じのつけ方で十分なんですよね。だからこれちょっとスープこんなたくさんいただいたらもったいないなと思う。で黒七味、これ高いんですけれども、黒七味がちゃんとついております。これ美味しい七味ですね。京都原良角さんというところの、有名な七味なんですけども、これがまたうまいねな。ちょっといろいろなんか麺こぼしていますね。すいません、なんか。で、これが青さのりやったかな。まあ、のりがついてるんですよね。で、これにも玉ねぎを全部ズバーッと入れてしまって、いただくんですけど、こうするとすごいあっさりとしていただけるのと、この海苔の風味がねポーンってなってすごい美味しいんですよね。素晴らしいです。つけ麺の中でも僕ここ、とても大好きな、ところなんですけれども、で、スープ割りが、机の上に置いてありまして、このスープ割りがまたうまいんですよね。でこれ飲むんじゃなくてここにも、つけて、いただくんですが、これだと全部つけてちょうどぐらいな感じですね。あの残ってるラーメンの麺が気になるな。あの、結構そうあの豚も角切りのやつがいっぱい詰まっております。つけ麺高松さんでございますね。結構並んでおられます。人気店でございます。ということで場所はこの辺です。烏丸の、大丸の向かい側の、ところですね。ということで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、どうぞご覧くださいませ。それではまた明日お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。